シャキーン。どうも、ドクターもえのです。いやどうも、もえのさん。やっちゃいました、首と。やっちゃいました。はい。で、先ほど自分の動画で、はい、引っ越し手伝ってくれる知り合いっていうのが、ドクターもえのさんです。そうですね、一週間後ぐらいにはですね、さっきの私みたいな、感じになってるかもしれないです。やっぱり、本当に今回、抽選やられましたね。はい。で、何回も交渉して、もちろんわがまま言うわけではなくて、キャンセルが出たらお願いしますって言ってたんですよね。出なかったです。やっぱり、子育て世代の方も多く入居するマンション購入してるので、やっぱり皆さん早く入居したいって気持ちは一緒で、特に学校がある方なんかもともと自分なんかよりそうですし、まあ、自分以外に買い替えの方もいるので、まあこれはもう本当に抽選の運が悪かったとしか言いようがないんですけど、やっぱ幹事会社さんが仕切ってるので、やっぱり業者さん頼めないのがきついですね。で、個人ならいいですよって、その中を含みが面白いんで、ご入居者様自身、またその及び業者ではなく知り合いでやるのは目をつむりますよと。ということで今回抜擢されたのが森野さん。ある意味、業者より率先して。そうなんですよ。業者以前にもその建物を買って分かって引っ越しちゃってっていう。そうそうなんですよ。で、もう今日もリハーサル兼ねて、はい、ちょっとですね、お話ししてるんですけど、はい、いやー結構荷物見てどうですか？なかなかこう、大変そうだな。そうだね。午前中元気だったんですよ、自分。はい、HP が出たっていう。そう、そうなんです。いや結構きつかったですね。まあまあでも、本当にドクター森野さん頼りにしてますんで、ちょっとまあ、個人でやる分には自由だっていうので、まあ、それ書くないんですよ。今回自分、開会の時っていつも、ブログとかでも書かせていただいてるんですけど、次の方に引き渡すので、まあ、重い、なんていうんですか、でかいのはないんですけど、自分、やっぱ書類とかが多いので、結構さっきも1個持ってもらったんですけど、重いですよね。はい。そうそうなんです。で、自分もやっぱり30超えてちょっと健康器具とか買ってちょっと体に気をつけてるんで、はい、健康器具って結構重いですよね。はい、そうですね。そうそうそう。運ぶ、ダイエットマシーンさっきちょっと一瞬見ていただいたんですけど、はい、ダイエットマシーン運ぶために腰をやっちゃうんじゃないかっていう。しかもなんか、吸盤ついてる。そう、吸盤がついてる。そう、落ちないように。いやー、ちょっとですね、まあ、1、2週間後にちょっとその作業の結果もご報告できればと思いますので、はい、そもそも報告できるのそうですね、さっきの自分の格好になってるかもしれないよね。そうですね。ちょっと一緒に頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いいたします。またねー。よろしくお願いします。